10万近く使ってしまったでしょ。これはこれも払ってないの？これは違うよ。あの4月14日に3000円持っていけ、いかないと、うん、この、 あの、あれがもう無効になってしまうの。ほい、うん、で残高あるねん、こんだけまだ。だからあの使うんだったらこれ使ってもらいたいねんけどね。これこんだけあるねん、まだ残高。これはちなみに、これはまあ払ったんでしょ。じゃあこれはもらえるやつ、もらえるんじゃない、残高や。じゃあ これちなみに何に使ったんですか、16000円。だからね、協定で使ったからやんか。あ、これを協定使ったんですか。本当これで払おうと思って。何やってんすか、田浦さん。だからもうクズじゃないですか。倍になると思ってクズじゃないですか、ほんま。クズやね、はい、うん。まあでも頑張りましょう、うん、これも取り返せますから、うん、はい、もうこれはもう来月3月の分含めて4月15日に2ヶ月分払う分を覚悟でいるわけ。そう、年金払い、そう、田浦さんこういうことやってたら、うん、僕たちが今老人さ、うん、お年寄りの人支えてるんですよ、はいはいはい、労働意欲低下するんでやめてもらえます。はい、わかりました。じゃあ言ってきます、ね、これで、はい、あれ入れといたのタウンワークみたいな、また入れてくれたの、うん、また 見とくよ、ポストにタウンワーク入れてくれたのって、ね、うん、ありがとう。じゃあリスナーさん、田浦さん、まあ寝てたから、いや、まあ、もうまだ起きる。2時間ぐらい頑張ろう、寝ようかなと思ったんで。あ、そうなの、うん、2時間ぐらい頑張れそう、うんうん、夜の7時とか、はい、はいはい、じゃあまた来ます。全然大丈夫。体操とか寝てたりしといてください。体操したり寝てたり、体操も予選はもう。じゃあ行ってきます。じゃあお願いします。申し訳ないね、うん、寒いのに、うん、じゃあ行ってきます。ありがとう、うん、お願いします。じゃあね、はい、うん、何も言えないんだ。なんて、私何もいらないの、あの、印鑑じゃないよね。 あ、印鑑だけ持ってきて、契約書だけ結ぶから。ああ、携帯代を、携帯代にかかった費用は賞金で お支払いしますっていう契約書だけはちょっと書いてもらうから。ああ、印鑑だけ。それはその時、はい、ああ、お願いします。後でね、はい、後でね、はい、行こう。いや、忘れ物っていうか、もう携帯買いに行くだけ。会社辞めてまた無職です。嘘、ドル円また下がってるの。もうやる気ないわ。もうドル円また下がってきたの。もうしんどいわ。もうしんどい、ほんま。いや、ナイス取れなかったらもうしゃあないじゃん。それ努力が足りないってこともしゃあないじゃん。いや、名前は国ターボにするらしいです。国ターボ、田浦さんが言ってた。あれ、ドライブモード、あれ、じゃあちょっとブックオフまで行きます。タヌキ157号3タウラギリとか、タヌキ37号3ターボの意味はコハクンサンイーヤム。タヌキ115号3クニペラ、タヌキ137号3両地馬クニターボ。リスナーさん、今日ナイスマジで教えてあげてね。今日も1位になったらもうほんまに頑張れるから。1位が300ナイスなんだよ。今日300ナイス取って1位になったらもうほんまに残り3日間ほんまに頑張れるから。まあお願いしますね、リスナーさん。お願いします。タヌキ46号さん、カヤクさんはナイス自分ですればいいのに。で、携帯電話の賞金は全部田浦さんに渡すんで。タヌキ148号3オースは、タヌキ158号3は愛挙手をする人。タヌキ64号3喫水のギャンカス物語。タヌキ156号3シュークリーム買いに行くの。
タヌキ39号さん任せて。タヌキ84号さんナイス取れなかったらどうするん。だからそれしゃあないだろ、そんな保証なんかあるわけねえだろ。タヌキ121号取れなかったらその時はその時だろ。タヌキ143号さん読み上げいります。タヌキ109号さんチャリンコ危ないぞ。タヌキ159号さん鎌倉ウィー3センチ。159号ブロック。わかんない、それどうしたらいいんだろう。書類とかってどうしたらいいんだろう。タヌキ163号さん絶対ナイス押すからね。フワッチポイント下ろせるかな。携帯いくらするんだろう。タヌキ、ちょっとそれ聞かないとミスったな。タヌキ166号さんなぜ競馬機能しなかった。タヌキ111号さん火薬さんも月末は支払いので憂鬱になったりしますか。本当だ、リスナーさん、あれフワッチポイント下ろせんのかな。微笑んでいる顔。タヌキ167号さんハッピーメロンです。タヌキ98号さん二人称いらんのか。タヌキ42号さんああその問題があっただ。タヌキ37号さん本人いないと無理。コハくんさん、タウラさんが写真付きの身分証持ってなかったら無理じゃない。ペックスタウラさん名義で申請しなきゃ。タヌキ117号さんタウラーボ。タヌキ78号さん本人の書類借りておくればいいやん。タヌキ168号さん下ろせるだろ。タヌキ109号さん委任がないととダメだよね。クッキーありがとう、国ターボ成功祈る。 ありがとう、ひらがなの方。タヌキ114号さんマイナンバーカード持ってたらいけるかな。マイナンバーカード持ってたらいいんだけど。タヌキ37号さん他人はダメ。タヌキ148号さん1000ナイス目標。タヌキ54号さんマイナンバーとか持ってるかな。タヌキ運転免許証あったら一発なんだけどね。運転免許証持ってないと思うから。ちなみに住民票だけだったら無理です。俺やったけど。タヌキ169号さん持ってなさそう。持ってない。タヌキ136号さん免許ないだろな。どうしよう。タヌキ170号さん委任ないと契約できない。タヌキ42号さん年寄りならほぼマイナンバーカード作ってそうだけどね。タヌキ117号さん保険料滞納。それ確認してたよ。嫌だな。タヌキ171号さん https ふわっちの。ちなみにマンダイね、めっちゃ安いです。ここただめっちゃ並ぶ。やばい、マンダイ毎月1日がめっちゃ暑いんだよ。1日レジ20分ぐらい並ぶから。タヌキ137号さんタウなら楽勝するで。タヌキ164号さん保険証なら。タヌキ94号さん保険証ってふわっちいけんのかな。タヌキ168号さんなければマイナンバー作れば大丈夫。いける。タヌキ173号さんこいつにアイテム投げるの禁止なわら。タヌキ114号さん年金手帳は。タヌキ109号さんタウラさん保険証いるよね。タヌキ62号さん他人のスマホ契約って無理でしょ。タヌキ174号さん変な知恵はあるからマイナンバー持ってそう。タヌキ115号さんだる。タヌキ175号さん万代並ぶよね。タヌキ98号さん保険証でいけるで。タヌキ62号さん万代良いよね。タヌキ45号さん田浦ならナイス無双するだろうなわら。タヌキ164号さん保険証いけるよ。タヌキ73号さん逆走。保険証持ってますよ。タヌキ176号さん2月分滞納してるけど。あれブックオフこの辺だったんだけどね。タヌキ172号さん他人は無理、悪用者の横行になる。タヌキ62号さん免許証なかったら他の書類2種類必要だったような。そうそうなんだよ。タヌキ177号さん結構免許証なかったらだるいんだよ。ふわっちの本人確認。タヌキ164号さん逆走は外ダメ。タヌキ178号さん遠いな。ブックオフありました。ブックオフタヌキ45号さんを
ヌキ136号3本を売るなら。タヌキ117号3本を売るならブックオフ。タヌキ179号3おじさんですが、キズ携帯がいいと思います。タヌキ180号3三章魚、三章魚、三章魚、もうやめてね、もう嵐ブロックするぞ、マジで。三章魚、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 三章魚。タヌキ180号さん、三章魚、三章魚、まだ1キロありますね。三章魚、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 一回切れないのよ、もうと。三章魚、ブロックしたけどずっとまだ言ってるわ。三章魚、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 棒読み切れない。三章魚、三章魚、三章魚。うるせえ。なんかここでね、バイト募集あったらいいんだけどね、それも探しながら行きます。アルバイト募集ね。そう、ブックオフ結構遠かったです。三章魚、まだ言ってるわ。三章魚、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 ブロックしたのにまだ読んでるんだけど。三章魚、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 三章魚。タヌキ180号さん、三章魚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 。タヌキ164号さん嵐来た。タヌキ180号さん、三章魚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 。着きました。着きました。お帰りありがとう。軍手持ってきたらよかった。
冷える。今週まだ寒いんですか。嘘、ドル円も終わったね。もうここ破れたらもう140円割れるんじゃない。これ何下げなの。もうやばいわ。もうトルコ円も終わった。もうロス化されるわほんま。もう呪われてるわほんま。しかもドルトルコもめっちゃ暴落してるからね今。きつほんま。もう150円来ないね多分。パウエルのハタハハって、いや日銀で何か言ったんでしょ。日銀が何か言ったから下げてるんじゃないの。日銀発言でしょ。内容俺知らないけど。ちなみに前働いてた職場です。ここ前働いてた職場に今かなり接近してますね。派遣で働いてた。株なんか種ないのにやるわけねえだろ。あー終わったマジで。もうマジで終わった。多分ブックオフは配信とか取れないと思うから配信つけたまま買ってきますね。あ、リスナーさん言ってよ。もう忘れてたわ。 SIM カード忘れてたわ。リスナーさん、プリペイド携帯って SIM カードなんですか。もう忘れてたわ。もう田浦さんの SIM カードを確認するの忘れてた。くそ、もう言ってよリスナーさん。もシムなの。プリペイドのシム大きさ分かる人いませんよね今。いや明日にしたらでも1日を争う、1日争ってるから。もう今だったらナイス300、1日200、もう明日になっちゃったら1日300ナイス取らないといけないから、1日300ナイスは正直かなりきついと思う。300ナイス1日マジきつい。でも1日200ちょいだったらまだワンチャン。3種類もあるんだプリペイド。3分の1にかける。もう一回戻るか。ブックオフついたけど、もうどんだけや。リスナーさんも言ってよ。リスナーさんも言ってよ。ブックオフ来たもう。言ってよね、もうリスナーさん。もうしんどいよもう。言ってた。いや SIM いるんだって。その携帯電話使い終わった後田浦さんにあげるから。俺いらないもんだって。そんな言ったらみんなもコメントで書いて気づくまで言ってくれよ。もうしんどいわもうほんま。疲れたよもう。配信もうちょっと協力してくださいもうほんま。後で帰れるの。